H-8 はアメリカ海軍の潜水艦、H 級潜水艦の8番艦。元はロシア帝国が発注した潜水艦 AG-27。ロシア帝国海軍は1915年に18隻の H 級潜水艦をエレクトリックボート車に発注した。11隻が引き渡され、アメリカンスキーゴーラント級潜水艦として発注されたが、 1917年のロシア革命によって6隻の引き渡しが保留され、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーで保管された。6隻はすべてが1918年5月20日にアメリカ海軍によって購入され、ピュージェットサウンド海軍造船所で最終組み立てが行われた。H-8 はドイツとの休戦協定成立3日後の1918年11月14日に、 浸水し、1918年11月18日に、艦長ラルフ・ W ・ホールと少佐の指揮下収益した。カリフォルニア州サンペドロで、第6潜水船体に加わり、あとに第7潜水船体に転属となる。H-8 は、姉妹艦とともに、作戦活動に従事し、サンペドロ沖で様々な戦闘訓練及び演習に、参加し、サンタカタリナ島周辺で、 定期的な偵察を行った。第6、第7潜水セ隊及び、ビーバーと共に H-8 は1922年7月25日にサンペドロを出港し、9月14日にバージニア州ノーフォークに到着した。H-8 は1922年11月17日に退役し、1931年2月26日に除籍 1933年11月28日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。